チャンネルの時間です。若口です。西です。洗濯屋けんちゃんです。あ、洗濯屋けんちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は宮脇健さんにお越しいただいております。どうもありがとうございます。健さん、どうも若井さん、久しぶりです。お久しぶりです。いやいや、宮脇さんは子供からの子役ということで、1964年実は山田洋次監督の運が良ければデビューなんですね。そうですね、日本児童劇団に入りまして、一番最初のオーディションを受けたのがこの山田洋次さんの運が良ければブルーリボン賞を取ったクレイジーキャスト倍賞千恵子さんの映画だったんですが、倍賞千恵子さんの子供役でデビューをいたしました。当時は何歳？2歳ですね。2歳そんな時に2歳とかそういうところで芝居覚えとらんですか？かすっかり記憶がないんですよ。クレイジーキャッツの犬塚弘さんに可愛がっていただいたのがもうめっちゃ記憶にあって、犬塚さんのアメ車に当時電話機がついてたの僕子供ながら覚えてます。昭和の30、40年で、はい、ついてましたね。で、昭和41年から51年、ちゃこ姉ちゃん、ちゃことけんちゃん、じゃんけんけんちゃん、けんちゃんとこちゃん、すし屋のけんちゃん、ケーキ屋けんちゃん、おもちゃ屋けんちゃん、けん兄ちゃん、おそば屋けんちゃん、フルーツけんちゃん。10本。当時は1撮影ってどれぐらい、何クールか？1年です。1年？はい、52本ですね。1年52本を10本、10年。そうです。かー。だからまあ520本。そうですね。当時国際放映という世田谷にある撮影所でやっておりました。例えば小学校の1年とか2年の時に、セリフって覚えて、出るんですか？覚えとらんですか？学校の勉強っていうのは本当覚えないダメなものなんですけども、なんて言うんですかね、これはもう職人芸っていうか、頭と後ろのセリフを頭に入れていくと真ん中の文章が頭に浮かんじゃうんですよ。これはね、不思議なんです。だから僕ひどい時現場行くまで本見ない時なんですよ。当時僕ケンちゃんやりながら同じ TBS の1時間ドラマもやってたんで、1週間に6本セリフを覚えるわけですよ。だからそれは僕本当不思議でした。いや、もう学校の勉強全く入らないんですけど、セリフだけはもう簡単に。それで僕は NG っていうのはほとんど監督から言わすと出なかったし、僕は本番テストってやるのが大嫌いな人間だったんで、もうテストやったら本番行こうっていうこと。ドラマ1本の台本ってまあの厚みあるんですよ。それをそれだけこなす、ぐずる時ってなかったですか？あ、だから親はね、飴と鞭ですよ。ほいで家庭教師が来てましたから、僕小学校1年から高3まで家庭教師で、成績悪くてもいいから遅れを取っちゃいけないっていうんで、ずっと家庭教師が来るんですよ。学校とその撮影所っていうのは、はい、ご自身はどちらが楽しかったんですか？撮影所です、やっぱり。はい、それで実際に牟田哲郎さんとかといる、架空の家族といる時間の方が長いわけですよ。なるほど。だから自分の中で錯覚しちゃう時あるんですよ。あ、俺兄貴いたんだみたいな。僕弟ですから。僕はこの家の子供なんだみたいな感じにもなってるんですよ。そうなんです、そうなんです。お姉ちゃんのちゃこちゃんは一応お姉ちゃんと思います？いや、思わなかったですね。あまり仲良くなかったの。マジですか、それ。だからお姉ちゃん、健一みたいな仲良さは今だから言いますけど全くなかったです。お姉ちゃんにだから立てつくとこがうまいのは、じゃあ本物だったんですよ。1年間で1本、全部で10本、10年間を、まあ、ケンちゃんとして主役をやられるんですけども、ご自身で、まあ、ここはちょっと苦労があるとか、いろんなエピソードがあるのを教えていただきたいんですけど。はい。まあ、商売やったシリーズもありますし、途中で、ちゃこ姉ちゃん、ちゃことケンちゃんと、ケンちゃんとこちゃん、これはサラリーマンの家族なんですね。で、まあ、いろんな何々屋さんってあった中で、一番自分で嫌だったのが寿司屋。寿司が大嫌いだったんです。今は大好きですけど、生ものが嫌いだったんです当時は。はい、だから変な話、バケツが準備しちゃって、アフレコですから、おい安い気だから監督が安笑ってくれカットっつったら、僕は戻してましたね。よくね、言われるのが、ケーキ焼けちゃってよかったでしょって言われるんだけど、あれはライトで溶けないのに全部発泡スチロールだったんですよ。そうなんですか。で、ケーキ焼けちゃってあんまり食べる場面がなかったんですよ。本当はケーキは食いたかったわけですね。一番やっぱり良かったのは若藤さんじゃないけども、おもちゃ屋けんちゃんなんですよ。おもちゃ屋けんちゃん終わった時は店1軒分僕もらいましたから。4トントラックで持って帰りました。店1軒分のおもちゃを持って帰らなくてもいいです。あれはなんか空っぽじゃなくて全部協賛品ですから。特にあの時はバンダイとエポックが協賛してましたから。ストーリーは寿司屋のケンちゃんは面白かったですね。まあそうですね、まあまあそうでしょうね。うん、あれやってくださいよ、寿司屋のケンちゃんの主題歌これね、職人技ぐらいは覚えてないと歌詞を歌えないんですよね。行ってみましょうか。じゃあ1番だけ。寿司屋のケンちゃんどこ行くの、急ぎの出前がお手伝い、おかまち下げて任しといて、飛んで出たのはいいけれど、聞かずに来ちゃった届け先、卵にぬり巻きかっぱ巻き、アナゴにマグロにタコにシャコ、僕は寿司屋のケンちゃんだいっていう歌なんですもう延々かかって覚えた寿司のネタのセリフがあったんですね。でケンちゃんちょっと寿司のネタはって言ってもらえますか。ケンちゃんちょっと寿司のネタは、トロに中空小肌にさよりに鯛に穴子は抱えてるが、イカにタコエビシャコアワビにウニイクラ卵にのり巻きかっぱ巻きですっていうセリフをいまだに覚えてますねそれ渋垣隊よりこうしてますね当時の共演された方とかはお付き合いっていうのはいまだにやっぱりおありの方おられますか。いやもうね、こんなこと言ったらあれですけども、手に上がった人も多いですから、ね、まあ当然まあ監督から始まって、もうだってもう60年ぐらい経ってますから。ちゃこちゃんが今67でしょ、多分僕が61ですからね。でも系統の番組は宮脇さんの時はピークじゃないですか、視聴率。まあそうかもしれないですね。まあ視聴率的にあれぐらい安定してたのは不思議ですけども、20って当たり前という。僕は20から下がった時は反省会ってスタッフルームでスタッフ集めてやってましたから。裏が木曜ナイターなんですよ、日本テレビの。だから巨人阪神戦になると20切る時があるんですよ。でも僕は20切ったらダメだって自分の中で思ってるんで反省会をやるわけですよ。でアベレージ大体24から26ですから、フルーツケンちゃんの最終は36いきましたから30っていうのは3人に1人は見てるってことですか。はい、それで自宅が公表されてましたんで、不安レターとかその年賀状は自宅に来るわけですよ。で年賀状が親から聞いた話で大体普段来るのが10万通ぐらいなんですよ、毎年。それで一番多かった時が19万通って聞いてますねすいません、高さで言うたら4畳半の洋間にみかん箱に入れて天井までいっぱい入れてますね。で郵便局から赤い4トンできます。うち19万通もあったらいいのが当たるんじゃないですか、ね、だから1等が頃ラジカセですよ、はい、それが何台か当たってましたね。年賀状宝くじ、そうです。3等が切手はがきセット、これは何百本できますから。だから母親が1年かけて番号合わせが終わるんですよ。あ、終わったと思うとまた来るわけですよありがたいことですねだからうちの母親はそれが楽しみだったみたいですよ。なんか絶対当たりますよね。当たりますよ、それは19万通もくれば。ケンちゃんって伝説いっぱい作ってるじゃないですか、はい、小学校の時に学校の帰りにポケットにお金の札を入れてて、はい、かっこいい車があったから買って帰ろうって買って帰ったっていうのは本当ですか。あれは中学生、中学1年だったかな、映画見てて、なんだろう、なんかムスタングが出てたんですよ。ムスタングね。その時運転手がいて、グロリア乗ってたんですけど、ちょっと車見に行こうっつって、練馬のウエスタンモーターっつうとか、そこに親から損ねたお金をポケット300万ぐらい入れて。あ、300ですか。あれ中古で260だった。伝説で聞いたのに100万って言ったんです。260。それで300あったからこれでちょうだいっつって。中学生なんですね。そんな話もっとしてもらえませんそれであとヤマハの展示会があって、船のプリンスホテルで、親父と見に行ったんですよ。上に操縦席まで、こう今だとクルーザー、そうクルーザー、クルーザー当時3500ぐらいだった。誰も免許持ってないのに手付券って買う予定をしたら、あれ免許ないやってことに気がついてキャンセルしたこともありますし、3500万でね、うん、で小学校6年の時は今年何が欲しいって親父に言って中継車っつったら、親父が中継車、まあ、知り合いがいたらしくて、中継車あるかねって言って、あります中古でって言って、何回前 あるの何台カメラあるのって言ったら3カメラらしいよって、いや俺4カメなきゃいらないわっつってじゃあいらないっつって親父が買おうとしてましたね。あれも4000万ぐらい当時だから親子でバカだった。昭和40年の話ですよね。40年代ですよね。そうですそうです。だから僕はね覚えてないんですけども、クラス会行った時に、中学か小学校の時に同級生が「お前の宮脇の財布って折れなかったよ」ってみんなが言うんですよ。折る財布がっていうと1万円数が2030万入ってたらしいんですよ当時。そんなもんじゃないですよ。で同級生が100円ぐらいの小遣いだったらしいんですよね。50円とかで、その頃僕30万はあったはずなんですよ。そうでしょうね。で僕の財布っていうのはなくなっても親が必ず足してくれてたんで、今でいうドラえもんの財布みたいで常に30万は入ってた財布なんですよ、子供がね。はい。それで使い切んないと月末またいで親が30万入れてくれないから、駄菓子屋を毎月のように買いに行ってた。駄菓子屋をで おばちゃんちょうだいって言うと、何これどれっつって全部って言うとおばちゃんがびっくりする顔が見て、あーって喜んでた僕がいたんですよ。でもお菓子とか食べきれないじゃないですか。みんなあげました。そうでしょうね。友達になりたかったんですけど、後輩でいいんですけどずっとついて回りますよね。やけど失礼やけど、いくらぐらい稼いでたんですか当時。だから奥とは僕間接的に聞いてましたよ。奥。そうですか。ちなみにドラマ一本のギャラ最初頃だから弟とかあの頃が15万20万だったと思うんですよ。1本ですよ。で後に最終的には4050もらってた。まあ月4本として200ですよね。ああそうですか。でも60年代ですからね。あとコマーシャルが年計でした。ライオンにしても何にしても。ライオン出てましたね。びっくりしたら、これだけ鮮明に覚えてるの。松山帰れる予定がライオン歯磨きで大栄を回って、ケンちゃんとじゃんけんショーっていうのをやるんですよ。それを1日4件ぐらい回るんですよ。大栄を1件1時間ぐらいのサイン会で。で母親に「1件いくらもらってんの?」って聞いたことあるんですよ、子供ながら。やっぱり不思議だったから。ただおふくろは20万っつったんですよ。また大変ですね、1件で。では1日4件回るっていうことは、僕の日当が80万なんですよ。そうですよ。当時でなんせ多かったです。夏休みとか冬休みのそのイベントだから、僕撮影休みの日も休みないんですよ、営業ってやつで。多分人が一生でも稼げれない金額を、多分その10年間で宮脇さん凝縮されたって言っても過言じゃないですよね。だから僕一生食うには困んないと思ってましたね。思ってたんですよ、はい、ところが人生波乱がある。じゃあ TBS チャンネルお待ちしております。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。